2024年9月1日、夜7時となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。ハトのソロのハトと申します。よろしくお願いします。お願いします。今週は一本動画がありましたね。土曜日に。土曜じゃだけじゃないか、金土上がりまして、8月1週目の自炊日記と、2024年7月の1ヶ月間の自炊した料理の中で一番うまかったのは何かっていう総括、ランキングをつけた動画になっておりましたけども、伸びてないそうなんかね、最初の方、自炊日記の最初の方の動画って、ちょっとなんか100回近く行ったりしたんですよ。いいねとかもちょっと、いつもよりは。まあ、いつもゼロだから、その、もう一個でもついたら、いつもより多い判定になっちゃうんですけど、すごくついてたから、あ、じゃあ料理っていうか、自炊って伸びんのかなと思って、次々上げていくじゃないですか。全然伸びなくなってきて、どんどんなんか、どんどん料理は美味しくなってるはずなのに、どんどん再生回数だけ落ちちゃって、すげえ悲しい反比例が起きてまして。で、まあ、ランキングの動画はまあ、そんなまあ伸びないかなと。思ったんですけど。ね。もう、そうですね。もう、自炊系 YouTuber なんて伸びないですよっていうね。自炊系っていう名乗るほど自炊もしてないんですけども、夜ご飯しか自炊してないしね、基本。で、まあ、来週は、1本。今週はとりあえず1本は決まってて、まあ、その動画だけかな。うん。土曜に爆速で編集したらもう一本できるかもしんないけど。とりあえず久々の Vlog が上がりますので、よろしくお願いいたします。はい。僕以外が出ます。なんと。僕以外も、僕の、やっとの鳩の園に、チャンネルに久々に出ますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、そろそろ、始めていきましょう。ハトのさえずり。このラジオはリスナーの皆様の応援と私の暇つぶし精神によってね、やっております。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、お好きな順番でお好きな数だけよろしくお願いいたします。改めましてハトと申します。よろしくお願いいたします。お願いします。ね、まあ、今週というか、まあ、もう9月ですよ。9月1日ですって。もう小中学校やったらもう始まってますよね。夏休みも終わって、まあ、僕がねいた高専はまだやっと折り返しでもないか、8月の最初ぐらいか、夏休みだから、まあまだもうそろそろ半分見えてきたかなぐらいですよね。一番暇な時ですね、9月なんて。何すんねんみたいな。8月に予定まあまあ入れて、9月どうしようかってなってた感じですね。まあ僕は、そうですね、あんま遊びに行くタイプじゃなかったんで、あれかもしんないですけど。僕がそうだっただけなんで、はい。もう8月も暇やったけどね、僕は。別にね、あんまり友達と出かけたい場所もわかんないし、場所が一切わかんないんですよね。その、地理が終わってて、地理も終わってるし、その地理に一切興味がないし、その出かけたい場所、そのこういうとこ見たいとかってのも全くわかんないので、そのなんか、父親にこの前その、僕の、実家が三重県なんですけど、三重県まで帰る。車で帰るんですけど、車で寄るときに、どっか行きたいとこあるかって言って、そこでも寄って帰るって言われたんですけど、その、どこに何があるかわからないから、その、行きたいとか行きたくないとか、そういう次元じゃない、俺は。その、どこに何があるかわかんないから、もう、行きたい場所、とかそういう問題じゃないと。その、どこに行きたいか、もうわかんない、俺は。って言って。
もう行きながら、あ、こういうとこあるんだってならないと、俺は、行きたい場所なんてできませんって言って、で、あ、わかったわかったっつって。で、結局、まあなんかどっかサウナ、結構有名どころのサウナに行くことになったんですけど、今度帰るときに。本当にその、まあ、その、今の返答したとき、俺はどこに何があるか一切わかんないから、って言ったときに、なんかちょっとシーンってしましたよね。とんでもない子供を育てちゃったみたいな空気が。うちの子なんでこうなっちゃったんだろうみたいな空気がね、流れましたけど、でも本当に仕方ないというか、なんだろうなぁ、基本インドアなんで、会う、だそう誘われないと行きたくないんですよ。すごいわがままですけど、自分から行き、ここ行きたいって思ったら人誘わないもんだって。自分で行っちゃうもん。誰かと一緒に行きたいとかあるって言ったらないもんね、別に。どこ行くの皆さんっていうかそのね、行く場所ある誰かと行きたい場所。で、一人で行った方が楽じゃないですか。あれも気にしなくていいし、その、まあ、なんかね、一緒に行って、驚かせたいとか、そのリアクション見たいのもあるかもしれないけど、その、まず、ね、初見のリアクション、俺も初見なわけだから、それやっぱもう自分のリアクションを楽しむしかないですよね。これを見たとき俺はどう思うんだろう、実際に見たときに俺はどういう感情になるんだろうってさ、それをこう、言ってやっぱ自分のを見たいですよね。自分が見て、で、その上で友達と行くならわかりますけど、どっちも初めてでどっか行こうよってやっぱ、ならないですね、基本ね。ご飯屋さんとかもな、一人で行っちゃうかな。限定、だラーメン屋の限定とか出たら、行っちゃうもん、一人で、基本。で、なんかインスタ上げてさ、その後になんか、誘えよ、みたいな。とか、寮とかでも、あ、今日、あそこ行ってきたわ、夜飯、寮食じゃなくて、あそこ行ってきたわ、って言って、なんで言わないんだよ、とか言われたけど、いや、そこらだって、そうです、情報仕入れたから、俺は、その時。そう、ツイッターとか、そういうので、情報仕入れたから、俺は行った。俺はその情報知ったから行ったけど、その情報を、そのね、教えるまでもないは、ちょっとあれだ、言い方はあれですけどね、別に、なんか、教えようとまでならなかったですね、毎回。なんか、誰かと一緒に行って、なんか飲み会とかは、もう誰かと一緒じゃないか、僕。誰かと一緒っていうか、その、アルコール?その、お酒を飲むときは、誰かと一緒にいるときしか飲まないように。飲まないようにしてるというか、飲まないんですよ。一人じゃ、お酒飲めなくて、前、飲もうとして。何も面白くなくて、酒飲んだらね。で、お酒以外のイベントに関しては、全部一人でいいなっていうのはありますね。動物園行くにも、そうです。水族館行くにも、どっかなんだ。服屋も一人がいいかな。服屋も一人がいいし、今日なんて一人で焼肉も行きましたね、久々にね。映画館も一人だな。いや、誰かと行くってなると、やっぱその、全力でそれに、行く場所に、を楽しめない気がするんですよ。誰かといると。なんかやっぱ気使っちゃうからさ、結構、俺がそういう性格なのかわかんないけど、やっぱ、誰かと行くとその人をすごい気にしちゃうから、体調だとかさ、その距離とかさ、この人が食えるもんあるかなとかさ、その行った場所とかでね。で、気にしちゃうから、やっぱ誰、何にも気にしなくていいんで、一人で行ったら。俺が死のうが怪我しようが別に。俺のせいなんで、それはそこに行った。そこでなんか食ったのは。俺のせいになるといいんだけど、誰かと一緒に行って、俺のせいになるのが嫌だから、そこはやっぱ、で、そこは先導できないですね、僕は。その、誰かが行こうって言ったやつに乗っかることしかできない。ですね、僕、みたいなもんは。本当に。情けないですけどね。
なんか一人が楽かなっていうふうに思ったんですね。映画館とかさ、なんかそれ一人で行けないみたいな、見るけど、どういうことなの？その、ほんと、生き物が違うんだっていうぐらいで見ちゃうんですけど、映画館でさ、誰かと行ってさ、何すんの？その、ポップコーンシェアするってこと。何すんの？その誰かと行って。映画の感想を言うってことかな？見に行ったとき。それ別にさ、なんか、その後でよくない？その映画館別にその、終わってすぐ言いたいのかな？あ、映画見て感想が頭に覚えられないからすぐ言いたいってこと？もう思ったすぐで言いたいってことだから、なんかある程度整理してさ、そのなんか次の人が別日に、友達とその会った時に、あれ見たんだけどさ、って、話せばよくない？その、飲み会のネタでもいいしさ、そういう。あ、なんかその、当日に喋る意味はちょっとよくわかんない。それ、映画館、俺だってその友達行ったことあるけど、別にそのなんか、なんかそいつと過ごすのは楽しいんだけど、映画を楽しめたか。まあ、映画楽しめるか、その、全然隣とか見ないから、あれだけどさ、やっぱ映画を誰かと見に行っちゃうとさ、その、まあ俺、バスケ部と、スラムダンク見に行ったんですよ、ファーストテイクの。スラムダンク見に行った時に、まあ隣同士で見てて、半分、中盤ぐらいからかな、物語の。バスケ部がずっと泣いてたんですよ。ずっと。あれ、どんぐらいあれ、どのシーンぐらいだろうな。三井が、どんぐらいだ？ただ中盤、ちょっと、具体的な場所忘れちゃった。もう一回見よう。ちょっと、まあまあ前の話だから、あんま覚えてないけど。映画の中盤ぐらいからずーっとバスケ部が、隣で、でずっと泣いてて、でそっちが気になっちゃうんですよ、俺は。誰かと行くとね。その、ここに行きたいって言ってそこに行ってるのに、そこプラスその人の、一緒に行った人のことが気になっちゃうから、でもなんか、そっちが楽しいのかな？その、場所だけの思い出が嫌なんですかね。その一緒に行きたい人って。その、場所って、この場所といえばお前こういうことあったよねが言えるから誰かと一緒に行きたいってことか。それならまあわかる、なくもないわ。その、リンクできるんだ。こいつといえばここでさーっていうのが言えるのか、誰かと行けばね。まあ、確かにその一人で行ってね、そういえばここでこんなことがあってさーって言ってもあれか。だ、その出来事を共有したい時だったらそうか、誰かと一緒に行った方がおもろいのか。あー、楽しみ方が違うのか。あー、でも、一人で行きたいな。俺一人が基本いいですね。だから僕から何かをすることはないです。お笑いライブとかにしろ。ライブ、ご飯とかにしろ。まあ、飲み会だけだな。多分今週帰るんだけどどうとか、そん時しか多分、飲み会のみですね、僕は。その、遊びには多分、誘えないですね、俺は。はい。申し訳ないけど、俺から企画はできない。ちょっと、ゴミみたいな人間ですけどね。そっか、ちょっと無理だな。誰かとさ、一緒に、出かけたりしたとき、旅行がまさにそうだな。旅行に行った後、誰かと一泊二日でもいいですし、日帰りでもいいですけど、誰かと一緒に旅行に行った後の、まあ、次の日からでもいいし、別に数日後からでもいいんですけど、マジで誰とも関わりたくない時間があるんですよ。なんか、もう本当に一人にしてみたいな。時間ってないですか？あるのかな？こういう話、あんま友達に聞いたことないからさ、あれなんだけど、ね、
なんか誰かとご飯行った後とかでもいいんだけど、その後、なんか急に一人になりたくないですか、その。なんか気を張ってた、だその回復したいためなのかわかんないですけど、もう一人にしてみたいな時があったら、そういう時が編集が進むんだ、これが。本当に進む。編集とかにしろ、筋トレにしろ、その、マジで進むね。誰かと対人の後、対人イベの後にさ、その、もうほんと一人にしてみたいな時が、一番物事が進みますね。まあ、その学校とか、今だったらもう職場仕事とかじゃなくて、その休日とかに友人とかと一緒に遊びに行ったり、ご飯食べ行ったり、あたまた旅行しに行ったりした後に、うん、だそのもうその期間の倍ぐらい。だから半日いたら、もう一日、丸々一日誰かと、もう誰とも会いたくないというか、誰ともその、関わらずにいたい時間が、あるんですよ。なんか急にスッてなんか嫌だみたいな。会いたくないみたいな。なっちゃうからね。だからこんなこと言ってるから、だからその、ね、彼女を作ろうという気にならないんですかね。申し訳ありません。結婚催促を会うたびにしてくる、母方の祖母、並びに、母の妹、夫妻、並びに、母。申し訳ございません。私は多分、しばらくはというか、ちょっともう今世は期待せずね。はい。ちょっと、8歳下の妹に期待していただけると助かります。長男坊は、無理そうでございます。さっきとはね、関係なくなるお話なんですけども。じゃあ、まあ、8月中、私、まあ、お笑いが、私好きでね、見るのが好きで、そう、8月にね、2本、配信のライブですけど、買いまして、そちらのね、みんないいよっていう、その、配信はいいぞっていうのを、伝えたい、僕は。うん。あのね、やっぱお笑いをちょっと見なすぎてる、皆さん、この皆さんは、そう、リスナーというより僕の友人各所です。見なすぎです。もう、こんだけ見やすくなってるの、今。こんだけポピュラーになってるの、ちょっと見なすぎです、皆さん。はい。ね、これを僕は別の人からすれば多分 K-POP に位置づけられると思うんですけど。僕もそんな関係ありません。僕は K-POP は絶対聞かないですけど、そう、お笑い。僕からもうお笑いをちょっと見た方がいいです。私が8月に買った配信が、2本かな。2本買ってて、まずエヴァース、吉本の、吉本所属の漫才師、エヴァースの単独ライブ7番レフトと、あとは、コントライブなんですけど、まあ、即興コントライブで、マグマっていうね、マグマボリューム2、あの、吉住さんと、あの、加賀屋の加賀さんの、二人が、まあ、お互いにネタ帳を持ち合って、そのネタ帳を見ながら、あ、このネタいいね、みたいな、この案いいねっていうのがあったら、その、机があるんですけど、その机にボタンがあって、そのボタンをポチッと押したら、もう即コントが始まると、そのいいねって言ったコントを、その二人が即興でやるっていうライブがあったんですけど、いいですね。このどっちも最高だったね。本当に。エヴァースの単独ライブの方は、そのま、大体芸人さんの単独ライブって、その幕間がある、幕間 V とか、オープニング V とかがあるんですよ。もう、なんか。なんだろうね。そう、YouTube やったら、その YouTube の企画のちょっと、規模がでかい版とか、あとはなんか、歌歌ったりで、もう、
で、その、マクマにちなんだネタとかもやったりとか、そのネタの、なんだろうな、後日談みたいなのをね、マクマでやったりする人もいるんですけど、エヴァはさ、もう、マクマなしで、もう完全にストロングスタイルというか、漫才、何本 ?7 本、8本ぐらい。8本かな漫才。やってて、ちょっと、この後もまた見るんですけど、これ撮り終わって多分またエヴァースの単独とマグマどっちも見るんですけど、配信で見れるからね、何回か。何回もか。配信期間中。8本ですね。エヴァースの単独ライブ漫才を8本。新作かな?俺あんま劇場見に行ってないからだけど、やってて、いや、めちゃくちゃ面白かったです。本当に、その、今年ね、決勝、M1 も決勝行ってほしいですよ。だって次来るとさ、ABC か。ABC どっちも決勝行ってて、でね、毎回惜しくも優勝を逃してる。本当にね、惜しいコンビなんですけど、今年こそ M1 はね、去年の敗者復活も大爆発でしたから、トム・ブラウンの後にやって、マチダウロスやって、もう今年絶対決勝、もう決勝じゃなくても絶対敗者復活また見れるはずなんで、こんな面白い二人はね。配信もそんなにね、高くないです。2000円ぐらいじゃないかな ?2000 かな?うん。とかなんで、ぜひ買った方がいいですよ。僕の一番笑ったネタは、ネタのタイトル合ってるか分かんないですけど、喫茶店です。はい。喫茶店のネタがマジで腹ちぎれるぐらい笑いました。はい。で、次はマグマね。コントライブ、即興コントライブ。これはもう、イカれてる、狂気のライブでしたね。1時間か。1時間で10本コントやってたんですけど。マジでね、いや、おかしい二人です。こんな、あんなすぐコントインして、で、オチもつくんですよ。毎回、ある程度どころじゃないの。もう本当にちゃんとオチついて終わるんですよ、コントが。マジで、すごすぎたな、なんかその、もう、いや、再コント最高、みたいな。キングオブコント前にこんな、いいものをね、見せていただいて。ありがとうございますですけど。ねえ、でも、キングオブコントな、加賀谷さん落ちちゃったからな。落ちると思わなかったから。ねえ、あんな面白い人たちが見れないなんてって思いましたね。あんな面白いのに。なんだろう。どうせ、マグマの中だったり、何笑ったかな。何?いや、全部やばかったんだよな。その、吉住さんがやっぱ、僕もピン芸人の中だったら吉住さんに一番好きなんですけど、本当になんだろうな、その、パンチライン、ワードが強すぎるんですよ。パッて出るワードが。マジで本当にコント狂いだなっていうのがありましたね。ラーメン屋めっちゃ面白かったかな。ラーメン屋はマジでなんかその、慣れすぎてるというか、ラーメン屋と、神棚もやばかったな。ラーメン屋と神棚。頑固を売りにしようとするラーメン屋初日と、友達の引っ越しの時に神棚持ち帰る人が、僕は個人的に、めちゃくちゃ好きでした。めっちゃ面白いって、大爆笑したネタでした。なんか事前に、その、分かってなくても、めっちゃ面白いコントはこれでしたね。マジで面白かったな、うん、ぜひ皆さんもね、配信そんな高くないんで、配信って。実際に見に来る。でも、配信見ると、うわ、次このライブあったら、生で見て、というか、その、うわ、この流れを生で見た人がいるんだ。生で、その場で、目の前で行われてる風景を見た人がいるんだっていうのに、やっぱね、ムカつきますよ。こわ、悔しいって思って。うわ、絶対次回俺、そこで見てやるからなって思う。うん、
で、で、僕、今週ね、生で見れる機会があるんですよ。笑いのライブ、水曜日かな。岡野陽一さんっていうね、キングオブコントも、3回か。キングオブコントも3回決勝行ってて、R1 も1回決勝行ってて、まあ、テレビとか、なんだろう、バラエティ見てたら結構映ってると思うんですけど、ヒゲ生えてて、ちょっとまあクズキャラというか、パチンコとか、いろいろ言われてる人なんですけど、ネタがめちゃくちゃ面白いんですよ。コントがマジで面白くて、その人が単独ライブをやってるんですけど、その人の岡野博覧会かな？岡野博覧会っていう単独ライブにね、水曜日ちょっと行ってくるんで、ちょっとめちゃくちゃ楽しみです。もう仕事も一瞬で切り上げて、ちょっと先週は先輩が熱中症でぶっ倒れて、その人の仕事をね、ほとんど僕がやるっていう、5日中ね、平日5日中4日分僕がやるっていうね、流れがありましたけど、今週こそは来てほしいですね、ちょっとね。うん、ちょっとわかんないことだらけなんで。まあちょっと、それましたけども。まあ、今週や、生でやっと、お笑いライブ見に行けるんで、皆さんもね、音楽とかのライブよりは多分チケット取れるんで、見に行った方がいいですよ。マジで。なんか、来るものがあります。はい。めっちゃ笑えるし、来るものがありますので、ぜひね、見る文化を作っていってほしいですね。文化じゃねえだろ。というわけで、エンディングでございます。はい。もうね、先週もう15分ぐらいで、ね、このラジオ終わりでいいでしょう、みたいな、もうええでしょうって言ってたんですけど、じゃあちょっと、どうしても、やっぱお笑いの話をしたかったので、ライブの話をね、したかったんで、その時からね。だからその話だけしようと思ったんです、本来ね。今回そのライブで話だけしようと思ったんですけど、ね、最初の一人で、ぼっち飯的な話がね、ちょっと長くなっちゃったんであれですけども。ね、まあまあまあ、もう9月だから配属されて、今月でもう3ヶ月目になるんでね、仕事の方も、またそろそろもうちょっと多分仕事がね、増えてくるし、覚えないといけないね、こともある、もう、まだ覚えてないのみたいな、ところもあると思うんで、そこは、ね、気張っていきたいですね、はい。そうですね、あとは、ちょっとお金をね、なんか、ネット銀行なんですけど、使ってる銀行が、その見れるんですよ、ニュース金見ててさ。あれこんな使ってるみたいな。まあ、デビットカードなんで、すぐ引き落とされるんですね、お金が。それを見るたびに。だからそう、クレカにしちゃうと、多分俺とんでもないことになるからデビットカードだけにしてるんですけど、こんなに俺やっちゃってるみたいな。時があるんで、皆さんも、よくよく、口座の中身はね、チェックしておいた方がいいですよ。というわけで、ここまでのお相手は、鳩の園の、鳩でございました。ありがとうございました。